ヨンブチャンネル。ヨンブチャンネル。さあ、はい、今回もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。微妙な間がありました。さあ、ですね、四日市市文化会館、はい、そして美浜文化会館ということで、はい、いろいろ企画をしておりますが、はい、進んできておりますが、5月からですね、はい、いよいよ演劇ワークショップ、はい、エコダのガールズ。はい、もうね、名前を聞いただけでもちょっと知っている人は知っている、知っている人は知っている、自分たちでプロフィールにされて歌ってますから、知っている人は知っている娯楽の女王だそうです。面白いです。面白いです。内容は、私ども2人とも見てるんですけど、はい、これは太鼓判をさせていただきます、はい、エコダのガールズという劇団名ですね。なんですけれども、男性が多いという、男性が多いで、まあ普段は東京の下北沢をやっておりますけども、小劇場ならではの劇団でございますが、はい、7月、7月に、はい、24、25日ですね、四日市市文化会館の日本の方で、はい、それをエコダのその下北の雰囲気をですね、こちらの四日市市文化会館日本の方に、初の地方公演、地方公演でございます、そんなエコダのガールズの皆さんからですね、はい、コメントが届いておりますので、はい、それでは、そちらのコメント、はい、まずはコメントね、ご覧ください。よろしくお願いします。どうぞ。四日市の皆さん、どうもこんにちは。こんにちは。我々はですね、エコダのガールズという劇団の、劇団の人間です。こんにちは。こんにちは。どうも。はじめましてということでございまして、はい、7月の24日土曜日から25日日曜日まで、はい、5日間ですね、はい、四日市の、ところですね、あの劇場で、我々公演をさせていただきますけれども、はい、それに先駆けて、四日市のこう皆さんと一緒にお芝居作れないかなという思いが我々ありましてですね、はい、公演に先立ってちょっとワークショップみたいなことをさせていただいて、はい、演劇ってまあこんなに面白いですよとか、本番みんなでお祭り作っていくぞという感じをですね、皆さんとこう共有して楽しい時間を過ごせたらなということでございまして、ワークショップ募集中だというですね、はいはい、もうどしどし応募いただきたいんですけども、何かちょっと意気込みにも似たようなことをちょっと、もううちの劇団はエンターテインメントでございましてですね、堅苦しくないものでございますので、どなたでも、見ていただけても楽しめるように作りますし、参加される皆様も、どんな方でもというとあれですけども、楽しめるようになってますので、ぜひぜひ応募くださいませと、はい、います。思いますね。じゃあ加藤さん、僕実はですね、三重県出身ですので、三重で舞台やれるというのはとても嬉しいことですね。四日市のすぐ近くだったんですけども、なので四日市の皆さんと一緒に舞台に立って、皆さんで楽しくお客さんも楽しんでもらえるものを目指してやっていきたいと思ってますので、ぜひぜひ一緒にやりましょう。よろしくお願いします。ます。じゃあです、ね、なんか演劇っていうとすごく難しかったり、何か自分のハードルが高かったり、文化的だとか芸術的だとかっていうのがあるかもしれないんですけど、うちの劇団は本当にオーソドックスでシンプルで、みんなで楽しんで誰もが楽しめるようなお芝居になってまして、やる方もそういう感じにやってますので、ぜひハードルなんてすごい低いですから、応募していただけたら十分それで楽しんでいただける風になってると思いますので、はい、ぜひぜひ四日市の皆さんと一つの作品を作って、大いに夏楽しめたらなと思っております。いい夏にしたい。いい夏にしたい。いい夏にしたい。はい、したい。特にね、こう我々仲が悪いってこともないですからね。現状ね。現状ってことじゃないですからね。本当に楽しく、なんか演劇見たことあるけどやったことないなとか、なんかそこら辺も全然お気になさらないで、皆さんとこう会話をしながらですね、やり取りしながら楽しいものにしていくように頑張っていきましょう、はい、そうですね、というところで、はい、じゃあ皆さん、7月24日、25日の本番はもちろんですけれども、その前のぜひワークショップも、ぜひ、ご応募くださいということで、はいはい、じゃあ山田さん、はい、さよならと。それでは皆様、私四日市行くの初めてでございますので、そういうメンバーも多いと思います。お会いできるのを楽しみにしております。またね。またね。お待ちします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。エコダのガール、1、2、3、4、5、6人か。そうですね。6人で。多分コメントくださいって言って、あれだけ来たのは初めてですね。そうですね。だいたい1人でね。そうなんですよ。1人2人喋るのが基本だと思ったんですけど。机にこう座ってね、会議室みたいな状態で。あれ多分公演終わりですね。そうですね。あれね、ステージらしいです。舞台上だったんですね。舞台上なんです。ああいうステージセットなんかありますか。バックステージものっていうのが得意らしくて、いわゆるその、なんていうんですかね、
ね、この舞台をやっている裏方たちの姿を見せるというのが得意ということで、あの本当に面白いですよ、笑いあり、涙ありですね、ちょっとドキドキもありということで、ね、そちらを、はい、そちらのですね、公演が7月にあるんですが、はい、その前に演劇ワークショップ、そうなんです。これ何のためかというと、はい、あのアンサンブルをですね、まあ、演劇というのは、まあ、役名のある方たちと、はい、まあ、その後ろでですね、その人たちを応援するような役割というのがあるんですね。その通行人だったりとか、はい、ダンスを踊ったりという、そこをぜひ四日市の人たちでね、まあ、三重県の人です。ということは舞台に出演できるということですね。そうなんですよ、舞台に出れるんです。だからエコタのガールズ皆さんと一緒に、だから同じ舞台を作ろうということで、ですね、はい、そのためにワークショップをやるんですよ、はい、これがなんと13回ぐらいあるんですけど、13回、はい、これは5月から始まります、ね、5月の末から始まりますので、はい、基本的にはね、全部出ていただくのがありがたいんですけれども、はい、まあ、どうしてもお仕事の都合とか学校の都合で難しいよっていうのがあれば、一度ちょっとご相談いただければと思います。そうですね、なんか出ていただいて、まあ、ダンスもあるんですよね。ダンスがあるんですよ。ダンスがあるんですよ。ダンスがあるんで、これちょっとね、踊れるぞと、はい、踊りたいぞと、でも舞台経験はね、なくても大丈夫なので、ぜひいろんなね、まあ、こういう時期ではありますけども、はい、チャレンジしたいという方はお待ちしております。そうだね、それワークショップの方で募集しておりますので、今絶賛募集中ですから、はい、先着20名ですからね、20名、はい、早物勝ちでございますので、ぜひ皆様ご参加いただきたいと思います、はい、詳しい方法は文化会館のホームページを見ていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。今日はですね、はい、エクタのガールズ、はい、演劇ワークショップのお知らせでございました。またよろしくお願いいたします。さあ、この動画はですね、面白いねと思ったらですね、チャンネル登録、いいね、お願いいたします。お願いいたします。どんどん増えてます。よろしくお願いします。